ジャン・フランソワ・ミレーは19世紀のフランスの画家、バルビゾン派の代表的画家の一人とされ、特に農民画で知られる。ミレーはノルマンディ地方のグルシーで農家に生まれた。長男として後継ぎになることが期待されていたが、18歳の頃からシェルブールの画家のところで絵の修行を始めた。教師から才能を見出され、奨学金を得て1837年から パリのエコールでボザールに行き、歴史画家、ポールドラローシュの下で学んだ。しかし、1839年、ローマ賞に落選すると、学校を去った。1840年に、肖像画でサロンドパリに初入選し、シェルブールで肖像画の注文を次々受けて制作した。最初の妻ポーリーヌと結婚し、共にパリに移ったが、1844年、 オーリーヌを亡くした。一旦パリから帰省するが、実家の反対を押し切って、交際を始めたカトリーヌと共に、1845年、再びパリに出て、肖像画や女性のラタイ画を制作して生活した。この頃、後のバルビゾン派の同志となるテオドール・ルソーやコンスタン、トロアイオン、支援者となるアルフレッド・サンシエトであった。1847年のサロンに、 神話画を入選させた。1848年2月革命によって共和派が実権を握ると美術界の民主化が進み、ミレイは政治的支援者を得た。この年のサロンに出品した農民が身を振るう人が好評を博し、ミレイは政府注文を受けることになった。1849年パリでこれらが大流行したことや、 ミレイの政治的支援者が失脚したことから、ミレイはバルビゾンに移住し、先に滞在していたルソーラの仲間入りをした。1851年のサロンに種マック人を提出して入選したが、これが農民の悲惨な生活を訴える政治的なメッセージと受け取られ、左右両派の激しい論争の的となった。第二帝政の時代となった1850年代には、 農民画を中心にサロンへの応募を続け、その中には高評価を得るものもあったが、酷評される作品もあった。1857年のサロンに落ちヒロいを出品し、これもまた政治的な議論を巻き起こした。1860年代も好評と不評の波を経験したが、1864年のサロンに出品した羊飼いの少女が絶賛され、これを機に、 未ーの評価は一気に高まった。1865年以降、コレクターからパステル画の注文を大量に受け、特に数多くの風景画を明るい色彩のパステルで描くようになり、新しい境地が生まれた。1867年のパリ万国博覧会では、一室を与えられて9点の代表作を展示し、巨匠としての名声を確立した。 1860年代末からは体調悪化に悩まされながら四季連作などに取り組んだ。1870年の不仏戦争と1871年のパリコミューンでシェルブールに疎開したことなどで四季連作の制作は中断を余儀なくされたが亡くなった親友ルソへの鎮魂の意味を込めたと言われる名作春を完成させている。 1874年頃から急速に健康状態が悪化し、1875年に亡くなった。ミレーの作品は生前から徐々に市場での評価が高まった。ミレーが1860年に1000フランで売却した番賞は死後の1889年に55万3000フランで落札されるに至った。20世紀後半には印象派、 ポスト印象派の画家には及ばないが、ニューヨークサザビーズのオークションで数十万ドルという高値で取引されるようになった。他方、サンシエの伝記や、それに基づくロマンロランによるミレイ人言をもとに、製品の農民画家という脚色されたミレイ神話が語られるようになり、フィンセント・ファン・ゴッホもサンシエの伝記を読んで影響を受けた一人である。特に、ミレイ作品に、 プロテスタンティズムに通じるものを感じ取ったアメリカ人や異人伝に影響された日本人の間ではフランス以上に未ー熱が高まった。未ーの油彩画は約400点、パステル画は約200点と言われている。風俗画や風景画は19世紀半ばのフランス絵画を支配していたアカデミズム絵画では低い評価しか与えられていなかったが、未ーはコローや 他のバルビゾン派の画家と共に都市を出て田園に取材した作品を多く制作した。特にミレーは風景画を好んだ他の画家よりも働く農民の生活への関心が強く農民画を多く制作している。都会人の満足するような田園風景を描くのではなく農民の生活に向き合って真摯に観察したところにミレーの独自性がある。もっとも 晩年に向かうにつれて、風景画への関心も強まっている。ミレーの作品の影響を最も強く受けたのは、ファンゴッホであるが、その他にも印象派や20世紀の画家がミレーを高く評価し、一定の影響を受けている。ジャン・フランソワ・ミレーは、1814年、フランスノルマン・ディー・地域圏、マンシ圏のグレビル・村グ・リュシー地区に生まれた、コタンタン半島の突端にある村である。 ミレーの家は農家だが母エーメアンリエット・アデライド・アンリはフランス革命後に没落したアーグ地方の領主の家系である。父ジャンルイ・ニコラ・ミラーは神父、科学者、農学者を輩出した家系である。父は農作業の傍らグレビルの教会の合唱式者を務めたり絵を描いたりすることもあった。ミレーが幼い頃は祖母ルイーズ・ジュムランが面倒を見てくれた。 ミレーの生果ミレーは九人兄弟の長男であり、農家の後継ぎとして期待されていた。7歳になる前に学校に入り、12歳頃からラテン語を学んだが、やがて家の農作業を手伝うようになった。アルフレッド三子への伝記によれば、ミレーは農作業の傍ら、射生をし、1832年、ミレーが18歳の頃、腰の曲がった老人の歩くポーズを描いた木炭の、 祖病に両親が感激し、シェルブールの画家ムシェルの画塾に連れて行ったという。1835年11月、父が死去したため、ミレイは家業を継ぐため実家に戻ったが、祖母の強い勧めで再びシェルブールに出て、アントワーヌ・ジャングロの弟子テオフィル・ラングロワド・シェブルビルという画家の下で修行を続けた。この頃、シェルブールでは、地元の美術愛好家、 トマーンリがコレクションをもとにトマーンリ美術館を開館したばかりであり、ミレーはこの美術館に通った。ミレーはアントニスモルのキリストの埋葬、イタリアバロックの画家バルトロメオスケドーニのセイ・バルトロメオの巡教、18世紀フランスのアカデミー派、シャルル・アンド・レヴァンローの憂鬱室などの作品を模写している。エコール・デ・ボザ・ール・ラングロアはミレーの才能を見出し、 パリのエコールでボザールに進学するよう推薦した。シェルブール市議会で年400フランの奨学金が認められ、満ュ県議会でも年600フランの奨学金が認められ、1837年1月からパリで学ぶこととなった。父を亡くしたミレーの家で成人した男子はミレーしかいなかったが、祖母や母は家の財産を犠牲にする覚悟で彼をパリに送り出した。 ミレーは、エコールデ・ボザールで、巧妙な歴史画家、ポール・ドラ・ローシュのアトリエに入って学んだ。しかし、ドラ・ローシュのアカデミックな授業には、違和感を感じて、あまり出席しなかった。パリの不潔な安宿や街並みにも馴染めなかった。ルーブル美術館には、熱心に通い、ミケランジェロ、フラ・ンジェリコ、ティツヤーノ、ジョルジョーネ、ニコラ・プッサンなどに魅了されたと後に語っている。逆に、 ブーシェやバトーといったロココの画家は模写をしているが、ミレイの好みではなかったという。1839年、画家としての登竜門であるローマ賞に応募したが、落選し、その後間もなくエコールでボザールを去った。サロンドパリに聖母を教育する聖アンナを応募するが、落選した。12月には、奨学金を打ち切られた。肖像画家としての活動ミレイは、 1840年のサロンに2点の肖像画を提出し、このうち、親友マロールの父親を描いた、ルフラン氏の肖像画初入生を果たした。これを機に、パリを去って、シェルブールに戻った。1841年11月、洋服仕立て屋の娘ポーリーヌ・ビルジニー・オノと結婚した。ミレイは、シェルブールの社交界で、肖像画家としての名声を得、次々に、 肖像画の注文を受けた。1840年から1843年にかけて50点以上の肖像画を制作し、そのほとんどが油彩である。その中で、シェルブール市議会から亡くなったばかりの前市長ジャバン氏の肖像画の注文を受けたが、ミレイは個人を知らず、若い時の不出来な肖像画しか与えられない状態で制作せざるを得なかった。出来上がりは不評で、 市議会が300フランの報酬を100フランに値切ったため、ミレイは落胆し、市議会に肖像画を寄贈してしまった。1842年、妻ポーリーヌと共にパリに移った。1842年、1843年のサロンに応募したが、落選した。しかし、ポーリーヌは不健康な都会生活や貧しさから結核にかかり、 1844年4月21日、亡くなってしまった。この年のサロンには2点が入選したが、妻の死に落胆したミレイは、パリを去った。再度のパリ行きミレイは、帰省するが、シェルブールで、家政婦をしていたカトリーヌルメールと交際を始めた。しかし、カトリーヌの実家は、ブルターニュ地方ロリアンの貧農であったこともあり、ミレイの祖母や母は、 カトリーヌとの交際に大反対であった。ミレーは、この頃、シェルブール私立大学の美術教授に招聘されていたが、実家に近い地方大学を避け、再びパリに出ることにした。パリ行きの資金を実家に頼れなかったため、ルアーブルで個展を開いて、絵を売ったり、肖像画の注文を受けたりして、1年間で900フランを貯めた。この時期には、 パステル調の色彩を使ったロココ風の絵画を制作しており、華やかな手法の時代と呼ばれる。こうして、1845年末、カトリーヌと共にパリに到着し、1846年始め、ロシュシュアール通りに住居を定めた。7月には、第一子となる長女マリーが生まれた。当時のロシュシュアール通りは、若い画家、彫刻家、作曲家、 演劇人たちが安い家賃を求めて集まっていた。ミレーは、この街で、シャルル・ジャック、ナルシス・ディアズ・ドラペニア、テオドール・ルソー、コンスタント・ロワイオンといった後のバルビゾン派の同志と出会った。また、後の支援者かつ、電気作家となるアルフレッド・サンシエとも出会った。この時期のミレーは、女性の裸体がを多く制作して、収入源とした。サンシエの電気では、 次のようなエピソードが紹介されている。ミレイは、ある晩、画廊の前で、彼の、浴女たちを眺めている二人の若者を目撃した。若者の一人が、この絵の画家を知っているかと聞くと、うん、裸の女しか描かないミレイという画家だと答えた。その会話を聞いたミレイは、生活は苦しくなるだろうが、二度と、裸体画を描くまい、自由に心に思うものだけを描こうと決意し、 田園をテーマとした作品に向かったという。ただ、これに対しては、当時のサロンでは、女性の裸体を描いた歴史画が多いことから、裸体画にもサロンで認められるための肯定的な意味があるという指摘がある。1847年のサロンに、木から下ろされるエディプスを提出し、入選した。赤子の時に捨てられたエディプスが、羊飼いの夫婦によって発見される。 ギリシア神話の場面を描いた作品である。1848年サロンでの成功1848年2月、ルイ・フィリップ国王の7月王政が1848年のフランス革命で打倒され、共和派が実権を握った。シャルル・ジャックの友人であった共和主義者、フィリップ・オーギュスト・ジャンロンが国立美術館総局長に就任し、 その影響力で内務省からシャルル・ジャックやテオドール・ルソー、ミレーへの作品の注文がされるようになった。1848年3月から開かれたサロンは民主化の結果として無審査で全応募作品が入選となった。ミレーはこの年のサロンに身を振るう人とバビロン補修を提出した。このうちバビロン補修は ニコラプスさんの手法に習った本格的な歴史画であったが、批評家の評判が悪かった。他方、身を振るう人は、未ーの農民画の出発点と言える作品であり、サロンでも好評を得た。批評家、テオフィル・コーティエは、色彩は堂々としたもので、赤い布を頭に被るが、それと、ボロキの青の対比が、面白く、なかなか手慣れている。 空中に舞う穀物の描写は極めて素晴らしく、この絵を見てくしゃみをする人もいるかもしれないと書いた。内務大臣、ルドリュロランが500フランという高値でこの作品を買い上げた。2月革命の原動力となった農民が赤、青、白という共和国のシンボルであるトリコロールと同じ色をまとうというイメージが内務大臣の意にかなったとも考えられる。 身を振るう人の成功によって、共和国政府からミレーに、絵画制作の注文がされることになった。ミレーは、旧約聖書の創世記に題材を取った、ハガルとイシュマイルを描きかけたが、結局、農民を主題とした、借り入れ人たちの休息を提出した。これによって、1800フランの報酬を得た。バルビゾン移住1849年1月か2月。 第三子で長男のフランソワが生まれた。ところが、6月、パリではこれらが大流行し、上下水道の不備や不潔な安宿のため、貧困地区を中心に2万人近くの死者が出た。また、同じ時期、ルイ・ナポレオン大統領による、ローマ信仰に抗議する暴動が起きて、武力鎮圧され、ルドリュロランをはじめとする左派の議員が一掃された。これによって、ミレーは、 政治的支援者を失うことになった。そうした中、ミレイは、シャルルジャックの誘いを受けて、一緒に、バルビゾンの村に移住することにした。政府注文で得た報酬がその資金となった。ガンルの宿バルビゾンは、フォンテーヌ・ブローの森の入り口にあたり、1820年代から、ジャンバティスト・カミー・ユコローが社政に訪れるようになり、1830年代からは、テオドール・ルソー、ディアズ・ドラッペニャ、 1840年代には、コンスタント・ロワイオンや、シャルル・フランソワ・ドービニーが滞在するようになった。彼らの拠点は、1824年に、フランソワ・ガンヌが開業した、ガンヌの宿であった。ミレイとシャルル・ジャックも、当初、ガンヌの宿に滞在したが、その後、家を借りた。6月28日、サンシエに、次のような手紙を送っている。ジャックと私は、 しばらく当地に滞在することに決めた。二人とも結局家を借りてしまった。物価はパリに比べれば極めて安く、パリに出ようと思えば大した時間もかからず行ける。とりわけここの風景は素晴らしい。パリにいるよりもずっと静かに制作に打ち込めるだろうし、もっと良いものが描けると思う。要するに、ここにしばらく暮らしてみたいのだ。1850年10月。 第四個マルグリットが生まれた。同年末から1851年にかけてのサロンに藁を束ねる人と代表作となる種幕人を提出し入選した。種幕人は農民の悲惨な生活に抗議する政治的な表明と捉える人も多く激しい議論を呼んだ。当時のフランスは2月革命や普通選挙の実施によって政治的発言力を増した農民。 労働者階級とその脅威を抑え込もうとするブルジョワ階級との対立が高まっており、それを反映して、タネ・マック人は、保守派からは、ミレー氏は、農民と呼ばれる悪党と同種の輩であるなどと、非難を浴びる一方で、左派からは、彼は、現代の民衆の偽人像であるなどと持ち上げられた。また、この作品を支持したテオフィル・コーティエが、乱暴な身振りと、ひどく粗末ななりをした。 この人物は種をまく土の色で塗られているかに見えると指摘した通りアカデミックな技法では嫌われる絵の具の厚塗りを行っておりその点でも革新的であった同じ年のサロンではギュスター・ブクールベのオルガンの埋葬もスキャンダルになっており2月革命後のフランスで貧富の格差都会と田舎の格差に対する意識が高まっていたことを示している そうした中、政治や社会の現実を描くミレイやクールベ、ドーミエといったレアリスムの画家が現れたことは、美術史上の革命と言える。ミレイは、1851年頃、三子への手紙で、結局、農民画が私の気質に合っている。社会主義者とのレッテルを貼られることがあったにしても、芸術で、最も私の心を動かすのは何よりも、人間的な側面なのだ。 と書いている。第二帝生前期バルビゾンのミレーのアトリエ。1851年5月には、幼い時にミレーの世話をしてくれた祖母が、故郷、グルシーで亡くなった。しかし、祖母も母もミレーの再婚を認めておらず、ミレーは子供の存在も実家に隠していたため、グルシーに帰ることはなかった。12月、ルイ・ナポレオンがクーデターを起こし、 さらに1852年12月に皇帝に即位し、フランス大に訂正が始まった。ミレイは1853年のサロンに、旧約聖書のルツキに題材を取った、農民が借り入れ人たちの休息他2点を出品し、好評を得てに当初を与えられた。批評家ポールド・サン・ビクトルは、彼の借り入れ人たちの休息は、ホメロスの牧歌を方言で語ったものだ。ここには、 死があり、大衆の尊厳がある、と称賛した。この頃、ミレイには、アメリカ人コレクターがつくようになり、借り入れ人たちの休息は、後のボストン美術館所大館長、マーティン・ブリンマーが購入した。従来からの支援者三市へも、作品を愛好家に紹介したり、自ら購入したりして、ミレイを支えた。1853年には、アルフレッド・フェイドーの注文による、 四季連作を制作した。そのうち一枚が、落ちぼ拾い、夏であり、後のサロン出品作、落ちぼ拾いにつながる作品となっている。故郷、グレビルの教会。1853年4月、母が亡くなり、5月、ミレーは遺産相続のために1845年以来、初めて故郷に帰省した。また、カトリーヌと正式に結婚した。 1855年のパリ万国博覧会の美術展覧会の様子。1855年のサロンはパリ万国博覧会の美術展覧会に吸収されて実施された。ミレーは3点を提出したが、キコリと草を焼く納婦は落選し、継ぎ木をする農夫だけが入選した。継ぎ木をする農夫は評価は悪くなかったが、改定がつかなかった。すると、 友人テオドールルソーが4000フランで購入を希望するアメリカ人を見つけたと言って取引を仲介してくれた。実際には博覧会で成功を収めたルソーが友人の尊厳を思んばかってアメリカ人の買い手を装いながら自らの資金でこの作品を購入したのであった。1856年3月には第五子エミリーが生まれた。三子への伝記によれば 1856年以降の数年間は、ミレイにとって特に経済的に苦しい時期であった。予定していた絵の買い手が、大金の額に納得せず、売れずに残ってしまったこともあった。二人の弟が同居するようになり、家族の人数が増えたことも生活を苦しくした。ミレイは、三子絵に、洋服屋やパン屋の集金人、執行利たちが押しかけてくる様子を伝え、 資金の援助を依頼している。他方、この頃から羊飼いのテーマに魅了されるようになり、夕暮れに羊を連れ帰る羊飼いなどの制作に着手している。ミレーは1857年のサロンに落ち穂拾いを出品した。落ち穂拾いとは、地主の麦畑の収穫を手伝う、霊彩農民が手間人の他に、 一割ほど残された落ち棒を拾う権利を有するという風習であるが、1854年、地主階級がこれを廃止しようと運動を始め、2年間の論議の末、収穫が終わった後に行うこと、農夫と子供のみが行うこと、日没前までとすること、監視員をつけることといった制限が課された上で認められることになった。未ーは、 以前から取り組んでいた落ち棒拾いの構図を完成させてサロンに臨んだ。畑には拾うべき麦穂がほとんど落ちていない上農夫の脇の下に破れ目が見えるなど農民の貧しさを強調した内容となっている。この作品も政治に敏感なサロンで議論を巻き起こし、保守派からは厳しく非難される一方、左派からは農民の美徳を表したものと評価された。かつて、 借り入れ人たちの休息を称賛した批評家ポールド・サン・ビクトルは今度はミレーを批判する側に回った。この年、第6シャルルが生まれた。また、この年、ミレーはボストン出身の美術収集家、トマス・ゴールド・アップルトンの注文を受け、版章を制作した。しかし、アップルトンが引き取りに来なかったため、1860年にセンフランで売却している。ミレーによれば、 これは、祖母の思い出をもとに描いた作品である。バルビゾンの隣に広がる社員の平原に鳴り響く、晩鐘を合図に、農民夫婦が手を休め、主のお使いから始まる祈りを捧げる場面である。1858年、ローマ法王の特別列車のために、ミレーに、無限在の親鳥の注文があった。ミレーはこれに応じて、 作品を収めたが、法王朝の数奇京羅の期待していたものとは違い、片隅に追いやられてしまったようである。1859年のサロンでは、首都、キコリが落選し、牛に牧草を食べさせる農夫のみが入選した。作家、デューマやガゼットでボザール氏は、ミレーの落選作を擁護したが、従来支持してきたテオフィル・ゴーティエが批判に回り、詩人シャルル・ボードレールも酷評した。 1853年のサロンで得た無観査の資格も喪失した。第二帝政後期1860年代前半には、ベルギー人画賞のアルチュール・ステバンス及び、そのビジネスパートナーであるエヌモンブランと長期契約を結び、経済的に安定するようになってきた。1862年には、グーピル商会との取引が始まった。1861年のサロンでは、 羊の毛を狩る女性、ミルクガユ、待つ人の3作品が入選した。羊の毛を狩る女性はサロンで賞賛された。この年、第8子ジョルジュが生まれた。シャリバリ紙に掲載された、クワによりかかる男の狩り価値は、1863年のサロンに代表作の一つとなる、クワによりかかる男を出品したが、重労働にあえぐ農民の姿は、サロンでは酷評された。 脱走した殺人者がモデルではないかとの表もあった。他に、羊毛を救う女と夕暮れに羊を連れ帰る羊飼いを出品している。1864年のサロンで羊飼いの少女と子牛の誕生を出品した。羊飼いの少女は好評を博して一等賞を与えられた。批評家、ジュール・アントワーのカスタニャリは、大地と空、情景と人物が交往し、 結びついている。技巧ではなく精神が表面的な魅力の影に存在している。まさに最高峰の芸術と絶賛した。文科省美術局から1500フランで政府買い上げの申し出がされたが、もともと個人からの注文品であったことから断った。この作品の成功を機に未ーの評価は一気に高まった。他方、小牛の誕生は豪邸から、 未来の聖牛アピスを運んでいるエジプトの司祭たちのような農民たちの馬鹿げた厳粛さと言われるなど国評を浴びた。この年1月、ミレーは友人の建築家アルフレッド・フェドーからフェドーが設計した銀行家トマの邸宅の4枚の装飾パネルを依頼された。ミレーはこれに応じ春、夏他に点の四季連作を制作した。これは 1852年に同じくフェードから注文を受けて制作した式連作から数えて2回目である。1865年9月、パリの実業家エミール・ガベがテオドール・ルソーの紹介でミレーに会い、パステル画を大量に注文したいと申し出た。パステル画は完成が早いことから短期間にミレーコレクションを作りたいという計画であった。 三年間集中して制作してくれれば、月給として千フランを支払うという条件が示された。結局、ミレーは1870年までに95枚のパステル画を納品した。その頃、ボストン出身の大富豪クインシー・アダムズ賞も、ミレーの油絵とパステル画を多数収集するようになり、後にボストン美術館のコレクションに引き継がれることになる。また、 1866年2月に妹が亡くなり、グルシーに帰省したこと、6月から7月にかけて、妻の当時のため、オーベルニュ地方の温泉地ビジーに滞在したことを機に、パステル画で多くの風景画も制作するようになった。グルシーに帰省した際には、初めての大型の風景画、グルシーの村外れを制作し、サロンに出品したが、あまり注目を集めなかった。 パステル画では絵の具のように混色できないこともあって、油絵でもそれまでの褐色を基調としていたいは明るい色彩が増えてきた。画部との契約で収入が安定し、1866年から1868年にかけて毎年美 c を訪れる余裕ができたのもそのためである。1867年にはパリ万国博覧会の美術展覧会が開催された。 ミレイは一室を与えられ、ジャガイモの収穫、死ときこり、落ちぼ拾い、夕暮れに羊を連れ帰る羊飼い、羊の毛を狩る女、羊飼いの少女、ジャガイモ植え、万象、羊の牧者、月光という宮点の代表作を出展した。これによってミレイは巨匠としての名声を確立した。同年のサロンでも、カラスのいる冬景色と、 ガチョバンの少女を出品して一等賞を与えられた。晩年バルビゾンに立つルソーとミレーの記念碑1867年12月、ミレーの名優テオドールルソーが亡くなった。1868年初め、ルソーの顧客だった工場主フレデリック・アルトマンと出会い、アルトマンからルソーの残した風景画を保湿して完成させることを依頼された。 また、3月には、新たな、式連作を依頼された。しかし、この頃、ミレーの体調が悪化し、頭痛に悩まされるようになって、制作を中断することになった。脳腫瘍だったと言われている。1868年8月には、レジオンドヌール勲章を授与された。9月、3市へとともに、アルザス地方とスイスに旅行に行った。同年末には、美術批評家。 フィィリッッップュテのののの仲介でソネットととエッチングという書物たための差し絵の版画を制作したこの本は350部印刷され、愛好家に限定釣りであることを証明するために、版画の原版を破棄するのが通例だったが、ミレイはこうした慣習を知らず、原版破棄は野蛮なことだと考えたため、発行人との間で論争をしたが、最終的に原版破棄を受け入れた。 1869年のサロンには、編み物の手ほどきを出品し、その調和の取れた造形は、審査員カスタニアリから賞賛を受けた。1870年のサロンには、審査員に選ばれるとともに、風景が11月と牛乳をかき回す女を出品した。ただ、その後はサロンへの応募をしていない。すでに評価の確立したミレにとって、 それ以上サロンに応募する必要はなくなっていた。1870年7月、不仏戦争が開戦し、ナポレオン3世がプロイセン軍に敗北した。1871年3月にはパリコミューンの放棄があり、5月の地の1週間で鎮圧されるまで内乱が続いた。この間、ミレー一家は旧友、ファルダンを頼ってシェルブールに疎開したが、戦中は、 野外で射精することも禁じられ、ミレイは射精中にスパイ容疑で何度も降印された。故郷グレビルに家族で訪れた時には、三子絵に私が生まれ、両親が生涯を送った家を今やよそ者として改めて見ると、何とも言えない悲しい気持ちで一杯になる。と感想を漏らしている。ミレイはグレビルの断崖をパステル画に描き、また、 シェルブールを訪れたサンシエに故郷を案内して回った。サンシエによれば、楽しい思い出が詰まった成果を改めて見て、ミレーは涙が溢れるのをこらえている様子だったという。その年11月、一家がようやくバルビゾンに帰宅すると、新しい注文が一気に押し寄せた。1872年には、ポールデュランイコールリュエルがミレーの主要な画商となった。他方、 未来の体調は良くなく、同年末には、三死絵に、目の具合が、とても悪い。絵も描けない有様だ。と書いている。1868年の注文以来、病気や戦争により、最後の、四季連作の制作は遅れていたが、晩年、春、秋、積みわらを完成させた。夏、そばの収穫は、まだ署名がされてないままで、冬。 焚き木を運ぶ女は疎病気のままに終わっている。春は、ミレーの風景画の中でも最も綿密な仕上げがされており、最高傑作の一つに数えられる。再生や復活の象徴が多く盛り込まれていることから、1867年に亡くなった親友ルソーへの鎮魂という意味があるのではないかと考えられている。シャイーアンビエール墓地。左がルソー、右がミレーの墓。 1874年、政府からパリのパンテオンの壁画装飾の依頼を受け、修作に着手したが、健康状態が急激に悪化した。死の間際の1875年1月3日、妻カトリーヌと教会で結婚式を挙げた。そして1月20日、ミレイはバルビゾンで亡くなった。1月23日、社員にある墓地の親友、ルソーの隣に埋葬された。 先輩画家の頃は、ミレーの遺族の生活を心配し、残された妻に多額の懲役金を送った。残された作品は、同年中に売り立てにかけられ、散逸した。ミレーが1860年に1000フランで売却した、版賞は、転売が重ねられ、1872年には、画商ポール・デュランイコール・リュエルが、ブルッセルの収集家に3万8000フランで売っており、 未ーの生前に38倍にも高騰した。1889年、収集家セクレタンの売り立ての対象となり、フランス政府とアメリカ美術協会が激しく競り合った。フランスの美術大臣アントナンプルーストが55万3000フランで落札したが、あまりの高値に議会が支払いを拒否し、アメリカ美術協会が手にした。しかし、1890年に、 パリのルーブル百貨店社長、アルフレッド・ショシャールが80万フランで買い戻し、1909年にフランス政府に依存されるに至った。19世紀末には、ミレイ一店が数十万フランから100万フラン超で取引される状態であった。1887年には、エコール・デ・ボザールで、ミレイの大規模な開顧店が開かれ、1889年には、パリ万博覧会で、 フランス絵画の巨匠として紹介され、代表作が展示された。20世紀になると印象派、ポスト印象派に人気が集まったこともあって、1945年の売り立てで種まく人が2万6千ドルといったレベルで低めに落ち着いていた。しかし、1960年代に再び上昇を始め、1976年のニューヨークサザビーズで、 次期スルローフが36万ドル。1977年のニューヨークサザビーズで種マック人が30万ドルといった高値で落札された。後者は間もなく7500万円で山梨県立美術館の所蔵となった。1978年のニューヨークサザビーズでは身を振るう人が60万ドルで落札された。1986年にはニューヨークサザビーズで 種マックジンのパステル、チョーク作品が72万5000ドルという高値で落札された。もっとも印象派と比べればかなり低額に留まっている。美術史上では名品はすでに不定した状況である。ミレーの支援者であり、友人であったアルフレッド・サンシエはミレーの伝記を執筆した。1877年、ミレー伝のうち1864年末のところまで、 執筆したところで、サンシエはなくなったが、美術評論家のポールマンツが、サンシエの残したメモを編纂し、1881年、電気、ジャン・フランソワ・ミレーの生涯と作品をパリで刊行した。この電気は、道徳的で、信仰深く、製品で、農民として生きた画家という、ミレー神話を熱っぽい文章で伝えるもので、各国語に翻訳されて、 人々が思い描くミレイの人物像に大きな影響を及ぼした。しかし、実際にはミレイは父の農作業を手伝って育ったものの、農民として生活したわけではないし、貧乏というのも誇張があり、必ずしも客観的な事実を反映しているわけではない。画家フィンセント・ファン・ゴッホは三子への伝記を読んで感激した一人であった。ファン・ゴッホは、 1882年3月、ハーグでこの本を読み、弟テオドルスに、ねえ手を、ミレイとは、なんと大した男だったのだろうと感想を書き送り、その後も、電気から、たびたび引用している。サンシエの電気に疑問を提示したのが、イギリスの美術史家、ジュリア・カートライトであった。1896年、ロンドンで出版した、ジャン・フランソワ・ミレイ。 生涯と所簡の中でバルビゾンのミレイの家はサンシエが家主から買い取ってミレイから家賃を取って貸していたことミレイの没後サンシエが急に家賃を上げて遺族の追い出しを図ったことなどを明らかにしたミレイ夫人がサンシエの電気では夫があまりに陰鬱に描かれており誤解を与えるという不満を持っていたことも明らかにした他方ロマンロランは サンシエの電気に基づいて、1902年にロンドンでミレーを刊行した。サンシエやホイールライトの電気から感動的な部分を取り入れた偉人伝となっているが、課題が来散となってしまっている。1921年、エティエンヌモローネーラトンが三巻の電気を刊行した。これは、サンシエの電気の誤りを正し、ミレーの所簡や記録を豊富に収録し、 客観的な記述をするものであった。アメリカでは、ミレーの生前からミレーへの評価が高く、膨大な数の作品が収集されてきた。1876年には、ミレーと一時期信仰を持った、ボストンの画家エドワード・ホイール・ライトが、ジャン・フランソワ・ミレーの思い出を観光し、ミレーブームを起こした。1889年に、フランス側との激しい争奪戦の末、 万象がニューヨークにもたらされると、アメリカ美術協会は、アルフレッド・トランブル・著、ョ、万象の画家ジャン・フランソワ・ミレーというミレー商店を出版した。万象に55万3000フランという高値がつくまでの作品の出世やミレーのサクセスストーリーを大衆向けに伝える内容であった。このようにミレーがアメリカで好まれたのは、ミレーの言動や作品に現れる努力と情熱という、 テーマがアメリカ人のプロテスタンティズムに訴えかけるからだと指摘されている。1962年研究者ロバート・ハーバートがバーリントンマガジンに未霊裁縫という論文を掲載し三試合に始まる未霊神話の解体を図った。彼は献身的な息子であり、良き父親であり、生まれ育った生活を描いた農民であり、聖書を熱愛した新人深い人間であり、 極度の貧困と戦った美徳の人であるといったミレー像が三死への伝記とごく一部の作品のみに基づいたステレオタイプであることを指摘し新たなミレー像を提示するに至った。日本に初めてミレーに関する情報がもたらされたのは1876年に親とい外国人として来日したアントニオ・フォンタネージによってであった。フォンタネージはバルビゾン派の流れを引く。 イタリア人が家で1855年のパリ万博でミレーの継ぎ木をする農夫を見ておりミレーの複製画をもたらした。その教え子であった高橋雄一はミレーの複製画を副写しており同じく教え子の浅井氏はミレーの作品を本案した収穫を制作している。明治20年代から明治30年代にかけてはパリに留学していた日本人が形次 バルビゾンを訪れた。1887年5月、黒田キヨテルがフォンテーヌブローを訪れ、翌1888年11月にバルビゾンを訪れた。浅井忠も留学中の1900年以降、バルビゾンを訪れた。原田直次郎は、ドイツ留学の帰りに、ルーブル美術館で落ち穂拾いを模写した。1890年の明治美術会。 第2回展覧会には、参上会員で、パリ在住の画商、林忠正がミレーを含むバルビゾン派の作品を出品した。観光物としては、1893年に、シカゴ・万国博覧会の開催報告書で、久保田米船が、基版画で写した、クワによりかかる人と、落ちぼひい、夏の図版が、基版画で掲載された。本格的な紹介は、 岩村徹が1902年から翌年にかけて美術新報に崖っミレデ伝と題して連載したのが初めてである。この連載はニューヨークで刊行された万象の画家ジャン・フランソワ・ミレーをもとにミレー神話を伝えたもので反響が大きく、連載中に2つの出版社からミレーの画集が出版された。夏目漱石もロンドン留学中に読んだ。 美術雑誌スタジオの1902年統合に掲載されたモノクロ図版を手本に模写したり、1907年の文学論で未ーについて論じたりしている。また、小木原六山はロマンロランの伝記に感動し、未ーの作品に宗教性を見出している。1902年には高山貯牛が文芸界で番章と落ちぼ拾いの図版入りで未ーを紹介した。 1906年には岩村徹がミレー伝を含む原縁造講を刊行した。また、1914年以降、ロマンロランの英語版電記の翻訳が複数出版された。このように日本におけるミレー理解は英語からの翻訳によるもので、フランス語の原点は無視されてきた。なお、ポスト印象派の画家を熱心に紹介した雑誌。 白樺では、ミレーの扱いは冷淡であり、1917年5月号にバルビゾンのミレーの家が表紙を飾ったのと、1920年にカートライトのミレー伝を福田久道が省略して掲載した程度である。ただ、有島武雄は、1917年の新小説に、ミレ,ーレイ霊さんという熱烈な評論を書いている。明治末期から昭和初めにかけて、ミレーは、 熱心に日本に紹介されたが、本物の絵が輸入されないこともあって、画家としてよりは道徳的な偉人として捉えられていた。1923年、岩波書店の創業者、岩波茂雄は文化の種を蒔くといった意味で、未ーの種蒔く人を社のマークに採用した。1978年、山梨県立美術館が購入した種蒔く人が公開され、 改めてブームが起きた。ミレーの油彩画は約400点と言われている。その他、パステルが200点、水彩画300点、素描2000点を描いている。フランス国内では、シェルブールのトマーンリー美術館が、肖像画等40点の油彩画を持っており、ルーブル美術館とオルセイ美術館が、収集家からの寄贈と、政府買い上げで約30点の油彩画を所蔵している。 しかし、大半のコレクションを持っているのはアメリカである。日本にも明治以来の未来好きと経済発展により1割近くが所蔵されていると言われる。19世紀半ば、フランスの絵画を支配していたのは芸術アカデミーとサロンド・パリオが上とするアカデミズム絵画であり、その主流を占めるのがドミニク・アングルラの新古典主義であった。そこでは、 歴史画や神話画が高貴なジャンルとされ、風景画や風俗画は、絵のジャンルとされていた。新古典主義に対抗して、ロマン主義を代表するウジェーヌ・ドラ・クロアは、同時代の主題を多く採用し、豊かな色彩表現を追求していた。その対立の感激で、ジャンバティスト・カミー・ユコローやその後輩にあたる、バルビゾン派の画家たちは、都市を出て、自然に即した風景画を描くようになっていった。 ミレイはバルビゾン派の一人に数えられるが、バルビゾンに移住したのは1849年であり、テオドールルソーラ、他の画家よりもかなり遅い参加であった。ミレイは小さい時から農民の厳しい労働を体験して育ったこともあり、他のバルビゾン派の画家と比べ、農民の生活に対する人間的関心が強いことが特徴である。ミレイは 一心に働いている農民の姿を真摯に観察しており、その作品は見る者に真実の姿を訴えかける力を持っている。農民がジュールブルトン、オチボ広い1854年、アイルランド国立美術館、未ーと違い明るい田園風景である、ジャンロン、リムザン地方の農民1834年、リエル宮殿美術館、それまでに優れた、 農民画を手がけた画家としては、16世紀オランダのピーテル・ブリューゲルがいた。ミレイも、デン・ブリューゲルの絵画4点を含め、オランダ絵画、版画を、数多く収集していた。もっとも、ブリューゲルはアントウェルペンのパトロンの注文で絵画を制作しており、その作品では、農民は、滑稽な田舎者という意味合いがあった。17世紀フランスでは、ルナン兄弟が農村を背景にした。 農民家族の群像を残しているが、農民に噴する上流階級の肖像画という要素があった。19世紀のフランスでは、アシールイコールエトナミシャロン・ヤコロー、ジュール・ブルトン、ジュリアン・デュプレに見られる、理想化された、田園風景としての農民画の流れと、フィリップ・オーギュスト・ジャンドンから己どう見え、ギュスターブ・クールベに至る労働者、農民の地位を訴える、政治的主張を含んだ、 写実主義の流れがあった。未ーは、そのいずれの流れとも一線を隠しており、都会人の満足するような田園風景を描くのでも、なく、政治的主張をするのでもなく、農民の生活に向き合ったところに革新性が認められる。風景画未ーが、風景画を描くようになったのは、バルビゾン派の風景画家との交流も影響しているが、1854年の、 グルシーへの帰省もきっかけになったとされる。落ちぼ広い以降の農民画においても、農村の風景が徐々に緻密に描かれるようになり、風景への関心が高まっている。ミレイは1866年のサロンに初めての風景画の大作として、故郷を描いたグルシーの村外れを出品した。その評判は芳しくなかったが、この年から1870年にかけて、ミレーが サロンに出品した作品の半分が風景画である。微子、ドイツ、スイスを訪れたり、不仏戦争の時にシェルブールに疎開したりしたことも風景画に題材を与えた。晩年に風景画を多く描いたことから印象派の先駆者とされることがあるが、印象派が対象物に陽光が当たる効果を捉えるために古外政作を熱心に言ったのに対し、 ミレーはアトリエで制作をしていた。クロード・モネ、ピエール・オー・ニュストル・ノワール、アルフレッド・シスレー、フレデリック・バジールといった、後のバティニョール派、印象派の画家たちは、1860年代前半、シャイーを訪れて森の中で制作し、バルビゾン派の画家からも助言を受けた。モネは特にミレーを尊敬していたが、気難しいミレーに実際に話しかけることはできなかったという。 モネはバルビゾンで焚き火を背負った女性というミレイに習った作品も描いている。ただ、その後、ミレイからは急速に離れていった。ファンゴッホ、タネマック人1888年、ミレイの構図に基づく。ファンゴッホは、三ンシによる電気を愛読するようになる前、画家としての第一歩を踏み始めた時から、ミレイの素描の模写をしている。その後も、終生にわたり、 タネマクジン、ホルヒとその他の作品の模写作品を数多く制作している。ルパージュ、星草1877年。その他、農村の労働という主題を引き継いだのは、デルミット、ジュール・バスティアン・ルパージュ、ジュール・デュプレといった画家であった。彼らは印象派的な明るい色彩で、ミレー風の農耕主題を描く折衷様式を取った。造形の面では、エドガードが、 カミーユ・ピサロ、オディロン・レドン、ジョバンニ・ニセガンティーニなどがミレーのパステル画に影響を受けたと言われる。ジョルジュ・スーラはアトリエにミレーの素描を持っており、フェリックス・バロットンは若い時にミレーの複製画をもとに版画を制作している。サルバドール・ダリはミレーの版章についての独自の解釈を加えたミレー、版章の悲劇的神話という文章を発表している。ありがとうございます。